井上義友から1913年1月4日は、日本の海軍軍人、家族。最終階級は、海軍中将。男爵鹿児島県出身。薩摩藩士、井上久介の息子として生まれる。明治4年9月、法術生徒となり、流城乗組を経て、明治5年6月、アメリカ合衆国へ留学。1877年9月に、 アメリカ海軍兵学校に入学し、1881年6月、卒業。同年8月に帰国し、翌月、海軍中尉に任官した。東海陳次不在勤、参謀本部海軍部第三局第一課長、在朝鮮公使館副部官、何和副長などを歴任し、1892年12月、赤城艦長に就任。1894年2月、 アタゴ艦長となり日清戦争に出生。1895年5月11日、海軍大佐に昇進し、畜子艦長となるが、同月25日には在新国公使館副部官へ、転出した。1897年6月、秋津島艦長に就任し、佐世保鎮寿府参謀長を経て、1898年5月、自重部官となり、 1908年5月まで10年間に渡り在任した。この間、1902年5月に海軍少将、1905年11月に海軍中将へ進んだ。1907年9月21日、男爵の爵位を受釈し家族となり、1908年5月、海軍召喚会議議員に就任。同年8月、対面となり、1909年8月、 予備役に編入された。ありがとうございます。